ございます、長。ホルクです。昨日、10万人ご報告させてもらったんですけども、ありがとうございます、長。本日は、昨日もお伝えた通り、CD をね、まあ、作るんですということで、ショパン様のね、CD を作るんですけども、過去に弾いたショパンバラード1番を完成に仕上げるために、この1ヶ月間、死ぬ気で練習します。まあ、他にもね、ショパンのね、今まで出した曲たちを弾いていくんですけども、まあ、一生残るってことで CD はね、今までみたいな演奏もしつつ、さらにそれ以上のものを生み出せたらなと思ってるので、この1ヶ月間死ぬ気で頑張りたいと思います。これからまだまだ始まったばかりと僕の人生は。YouTube で本気で活動してないので、1月末から始めたばっかなので、まあ、これからということですよ。これからという花をね、思って、ピアニストなので指で絵を描きました。今絵を趣味で遊んでます。好きな時に絵を描いたりとかしてね、まあリフレッシュしてるので、早速バラード1番練習していきます。結構真面目に練習するので思んないけど許してね。こんなに思んないのって思ったそこなんだと、そうなんですよ。結構思んないんでね、ちょっとまあ覚悟してみましょう。この練習をするかというと、ここはね、ショパンのバラードでも一番の中でも、まあ、最も難しいと言われている最難関箇所です。この最難関箇所をね、CD でかっこよく収めるためには、CD で弾きたいテンポで弾くためには、このテンポで練習するしかないんです。指を完全に鍵盤の上でね、自由に動かせるようにするために、指の感覚を鋭くするためにこのトレーニングをしてます。難しい。
ショパンのバラードの一番は、僕はね、一回過去に弾いたんだけど、YouTube 上に出した動画は、まあ、1ヶ月ぐらいで仕上げた動画で、ちゃんと弾いてなかったです。ってことで、半年ぶりぐらいに今ちゃんと練習してます。まあ、なんでやるかっていうとね、本当はね、もう得意な曲だけでね、ショパンの CD を作りたかったんだけど、どうしてもね、なんか自分としても、なんか得意な曲ばっかを詰めてもダメじゃんとか思ったんですよ。なんでかというと、やっぱね、22歳、23歳になります、今年。そのフォルテが、将来的にね、まあ5年後でもその CD を聴いた時に、あの時あれ難しかったよなとか思いながら聴けたらいいなと思ってね、頑張ります。バランドの時はなんかどうしても勢いで弾いてました。まあ指自体は別に回ってるし、弾けてないところもそうほとんどないんだけど、なんか勢いで弾いてて、おりゃっていう感じなんですよ。おりゃっていう。でもこれからやっぱおりゃっていうね、ちょっとオシャンティーなおりゃをね作っていきたいなと思ってて、オシャンティーな曲になりたいんですよ。大人な曲になりたい。
今日はこんな感じでゆっくりのね、ちょっと練習を動画でまとめてみました。今日は、ゆっくりやってるっていう練習のね、一望を見せさせていただきました。ここまで見てくれてありがとうございます。どうにか頑張ります。どうにかというか絶対、やりきる。全力で任せてください。CD 楽しみにしとってください。僕は本気で練習します。それでは、バイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。